こんにちは、川島屋です。この動画では赤米ご飯の美味しい炊き方をご紹介します。赤米とは古代米の一種で、表面は赤く中は白い色をしているのが特徴です。白米に混ぜて炊くとご飯全体が綺麗なピンク色になります。では実際に美味しい赤米ご飯を炊飯していきましょう。赤米の美味しい炊き方には全部で5つのステップがあります。ステップ1、赤米の分量を測る。ステップ2、白米を研ぐ。ステップ3、研いだ白米に赤米を混ぜて軽く洗う。ステップ4、浸水させる。ステップ5、炊飯する。以上5つのステップで美味しい赤米ご飯が出来上がります。では実際に赤米ご飯を炊いてみましょう。ステップ1、赤米の分量を測る。白米2合に対し赤米を大さじ1杯用意してください。白米の量を変えるときはこの割合を参考に赤米の量を調整してください。ステップ2、白米を研ぐ。赤米と白米を一緒に研いでしまうと大事な栄養素が水に溶けてしまいます。まずは白米だけを研ぎましょう。ステップ3、研いだ白米に赤米を混ぜて軽く洗う。白米に赤米を加えたら軽く洗いましょう。洗いすぎに注意してください。ステップ4、浸水させる。もちもち感がお好みの方はいつもと同量の水で、玄米の食感を楽しみたい方は少し水を減らしてください。ステップ5、炊飯する。あとは炊くだけです。手軽に栄養価たっぷりの赤米ご飯ができました。玄米に混ぜて炊飯する場合は7対1の割合が目安です。玄米 3.5 合に赤米 0.5 合で混ぜて炊飯していただくのが川島屋のおすすめです。川島屋では赤米ご飯に最適な国産の赤米を販売しております。よろしかったらご参照ください。ありがとうございました。川島屋でした。